文章院は、大学寮記伝道の実機層、大学寮校内北端の都道院と同一ともされる。後世においては、代々文章博士を務めた菅原氏、大江氏の大学別荘としての要素も含有した。北道と呼ばれる坑道とその東西に設置された記伝造史から構成された。設立の由来については、検討士として、党に渡った菅原清忠が、党の秋文館。 数文館を参考にして上は元年頃に設立したとされているが、文章博士が設置された人気5年以後に文章生を収容する宿舎があったとする見方もある。いずれにしても、菅原清忠が文章博士、大学頭であった時代は、文章博士の地位が従来筆頭であった、妙業博士の上位に立った時期にあたり、その整備が大いに進んだとされている。以後も、 菅原思想家から文章博士を相次いで排出したため、同院の運営に対する影響が大きかった。招待の変後に菅原氏が一時低迷すると、代わって大江氏が文章博士を占めるようになり、文章院への影響力を強めた。平安時代中期以後、西総は菅原氏、東総は大江氏の管理下に置かれ、そのままそれぞれの士族の寄宿舎としても機能した。 もちろん、文章院は、公的機関である、大学領事仮層であったから、大学別荘を持たない、士族出身者の寄宿者としても当然用いられたが、管理者である菅原氏、大江氏の博士と強い関係で結ばれて一種の学伐を形成することとなった。陰性期に、既伝道の科学化が進むと、それ以外の士族は排除されるようになり、大学領外に、教育の場が移った。 自称元年の大化によって消失すると事実上廃絶した。文章院の構造は中央部に坑道にあたる北道が置かれ、左右に寄宿舎部分にあたる東層、西層が設置されていた。通常は北道において授業が行われて、東西両層及び大学院の外の大学別層から文章生が集まって授業を受けていたとされている。また、 関係者のための儀式、宴会も行われた。当初は学生が東西いずれの層に属するかという規定は定まっていなかったが、文章生が文章特要生となり、対策を受ける際には所属する層とは反対の層の文章博士から出題を受けることとなっていたため、当然その頃にはいずれかの層に属していなければならなかった。これは同じ層を管理する博士が、 主権官になった場合に不正が行われる可能性があったためと考えられている。有名な例では、上岸12年に行われた西層に属する菅原道真の対策の出題博士は東層の宮古吉家であった。逆に道真も文章博士就任後、元業5年に東層の三吉清行同7年には同じく東層の木端尾の対策に際して、 出題を行っている。やがて、菅原、大江氏の文章支配が確立するにつれて、氏族ごとに所属する層が固定されるようになっていった。日中歴には17野として以下の氏が挙げられている。東層に属する諸家と西層に属する諸家はそれぞれ連携して、自派の勢力拡大に努めた。こうした傾向が学抜化を即し、結果的には多氏族の排除、 科学化を促すことになる。ありがとうございます。